さあ、にゃんこ。ああ、いいね。しかも、三毛猫っぽいな。どっちだい、オスかいメスかい、君は。オスだったら超貴重なんだけど。さあ、抱っこしよう。おお、伸びる伸びる。ああ、いいね。この伸びた感じ、猫っぽいよね。意外と平気っていうね。そっか、意外と平気なのか。リアクションあるかなと思ったんだけど。何か作る。おお、豆腐、豆、油。ああ、そういうことね。何か作るですか。ああ、土壌でもだし作れるのか。ちょっと今回早めにしよう。上に戻りましてござりまする。良質な菓子。まあ、ちょっと時間短かったからね。いただきます。サクナ様の獅子粉塵のご活躍により、近頃は食うに困るといったことがなくなってまいりました。日々我々をお守りいただき、心より御礼申し上げます。この子らよ、うやまえ、へつらえ。おひいさま。なんじゃ、また小言か。いえいえ、とんでもございませぬ。あの甘えん坊のおひいさまがあれだけの日々を耐え抜かれ、よくぞここまで。たま、感傷に浸りすぎだな。じいは、じいは嬉しゅうございますぞ。なんじゃ、そんなに褒められると逆に調子が狂ってしまうではないか。それにしても初めから分かってはおったが、わしってすごかったんじゃな。考えてみれば先人の子と向上心の恵みが合わさったのじゃ。最強でなくて何とするか。これからはわしの時代じゃ。ブワー。神様、記憶するのはいけんとも。だっちゃ、肝心の直命とやらはちっとも果たしてねえんでねえかや。こいつばすべねえと都には帰れねえんだべ。さくな、帰れない。ミルテたち帰れません。それはそうなんじゃが、何故この島ではやむことなく鬼が生まれいずるのか、それを調べよ。との命にございましたな。考えてもわからぬ以上、今はただ未踏の地に足を伸ばしていくほかないのでございましょう。まだ行ってないところは、南に火山、西に砦、北には谷か。最も攻めがたいのは西の砦でしょうな。かつて竹蛇様が先代カムヒツキ様と争われた折に作られたものですが、今は鬼どもが根城にしておる様子。恐ろしいまでの邪気が野山を越えてまいり、あちらを見るだけでもひげがピリピリいたします。うむ、今のわしには手に負えそうもない。後にしよう。南の火山の方はと申しますと、こちらは逆に鬼どもの気配がなさすぎまする。山腹に立ち上る毒煙が奴らを退けておるのやもしれませぬな。となると、残った北の谷を調べた後、力を蓄え、西の砦を攻めるか。そんなところでございましょう。どうかご分を。我ら一掃、サクナ様をお支えつかまつりまする。ういういあ、カイマルよ、今の話わかったか。こいつはダメだ。ごちそうさま。さあ、新しいマップが出たね。つか南火山だったのか。朝まで休む。いやー、ボス戦難しかったな。
田植えの準備が整えました。納屋に行きましょうということで、納屋うつそう、苗200増えたね。やってみるかな。これさこの移動方法をどうにかしてほしいわけよ。むずいね。こうだな、確実にこうだな。はい、まっすぐ向いてくれ、お願いだから。あれだな、逆に俺はこの線がない方が綺麗にいけるな。こう鳴らしたいね。十分じゃろ。はい、田植え完了。我ながら美しき仕事じゃ。嘘でしょ。肥料が撒きます。肥料を撒こう。小枝芽はから、いやマジで大変よこれやってほしいな、やってもらいたいな、みんなに。どれだけこう植えるのが大変か。まず1000ぐらい入れといて、違う追加が、そうね、毒性が上がるんだよな。良い油、比叡はちょっともったいないね。月の砂土、平均的だね。腐っただけ入れとくか、とりあえず。よし、ワンちゃんもこっちにいるとね。そうね、今回まだ触ってなかったからね、ワンちゃん。さて、虫はおらぬか。カエルとかね、入れとくと虫がね寄りつかないんでね。こんなものかな。いやでも新しいマップもちょっと見たいね。そこまでちょっとやりたいな。いやなかなかや。神様、何か特になし。じゃあ出よう。狭間の口に行けるようになったと。ゆいにして、魚が取れるんだよね。ここ松茸っぽいのがあるね。どうしようかな。ゆいに行かせて、でその隙に僕は狭間の口、新しいダンジョン行ってみましょう。狭間の口、水か。意外と綺麗だね、水面。
え、シェルダー、シェルダー、待って、なんだお前ら待って待って待って、なんか急にサーモンライン要素的な、おお、なんかすげえ、あ、意外と、おお、待って、魚って飛べるの、まずこいつらなんだ、あー、サーモン、サーモンランだけどね、サーモンランだね、いやーマジか、ヤマメ、あー、ヤマメか、さっきのスタンバってるよあー、でもスズメよりマジで楽だな、意外とちょっと戦闘に時間かけすぎてるか、あー夜、あー急に暗くなったからか、がいた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 、ちょっと待った、うわー強えな、あれもしかして取れなかった、うわー取れてないね、マジかー、なんかパリーもなんかパリーっていうかひっつきもうまくいかないんだよね今回、よし鉄ゲ、あー鉄、鉄がゲットできるか、やっぱいけぬか、一回出よう、あー強え、レベルが、あー滑空が10か、いや意外と強かったな、めっちゃバカにしてたけどめちゃくちゃ強かった、よし戻ろう、で食材はどうかな、食べます、さあ獣のひずめ、とりあえず肥料
や、先飯か。意外とその飯っていうか材料はそれなりに溜まってると思うんだけどね。何か作るですか？あ、ヤマメだしか。いただきます。それはすごい。その印刷機なる道具を使えば書物はいくらでも増やせるのか。いやあ、ミルテ、今まで見たこと全部本にして、故郷のベンタニアに世界に伝えたい。特にヤナトの国ヘルファーって大変素晴らしい。こいな楽しそうなミルテは初めてでねえかや。でもな、こいためにはいつかはふもとの良さ消えらねえとだべ。ここの誰一人望んできたわけじゃねえんだし。そうであるな。カイマルに至ってはふもとの世のことすらも僕に知らぬうちにこちらに来てしまったのだ。この島に閉じ込め育てるのはあまりに忍びない。雨の浮き橋が再びかかりさえすれば返せるのじゃが、あれは神々にとっても遥か昔、初代カムヒツキ様にしか扱うことができなんだ。代物と聞く今では幻のごとく消えたり現れたりを繰り返すのみじゃ。もうたまじい。わしの母上も元は人、つまり麓の世のものであったのであろう。母上はどのように頂きの世に渡ってまいったのじゃ。お母上豊花様は雨の浮き橋でなく、おひい様が今お使いになられている羽衣の力で二つ世の境を越えられたそうです。なんとこの羽衣が、てっきり岩に刺したり敵を振り回すためのものとばかり。それではこの羽衣は今のカムヒツキ様よりもすごいということになってしまわんか。ある面に限って申せばそうなのでございましょう。それほどまでに途方もない力を持つ者を果たしてどのように麓の世の豊花様が手にされたか。それはこの玉は愚か、お父上であるタケルビ様ですら聞き及んではおらぬのです。そうか、ともあれこの羽衣をもっと使いこなすことができれば、あるいはということじゃな。おそらくは。しかしおひい様、力とはえてして相応の報いを求めるものにございます。世の境を超えるほどの強大な力、見合うだけの何かを失う覚悟は終わりですかな。何を申すか、危ないのは嫌じゃ。では今はやはりカムヒツキ様より賜った命を果たし、お許しを得ることといたしましょう。さすれば再び橋がかかった時にいち早くお教えいただけるやもしれませぬ。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。結構すごい代物だったんだね、あの投げるやつね。はあ。